列王記第115章ネバテの子ヤロブアムの第18年にアビアムがユダの王となりエルサレムで3年間王であった彼の母の名はマーカといいアブサロムの娘であった彼はかつて自分の父が行ったあらゆる罪のうちを歩み彼の心はフソダビデの心のように彼の神 主と一つにはなっていなかった。しかしダビデに免じて、彼の神、主は、彼のために、エルサレムに一つの灯火を与えて、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それは、ダビデが主の目にかなうことを行い、筆体と人、ウリアのことのほかは、一生の間、主が命じられたすべてのことから、それなかったからである。 ゲハブアムとヤロブアムの間には、彼の一生の間、戦いがあった。アビアムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。アビアムとヤロブアムの間には戦いがあった。アビアムは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をダビデの町に葬った。 彼の子、朝が変わって王となった。イスラエルの王、ヤロブアムの第二十年に、ユダの王、朝が王となった。彼はエルサレムで四十一年間王であった。彼の母の名はマーカと言い,い、アブサロムの娘であった。朝は、フソダビデのように、主の目にかなうことを行った。彼は、神殿談笑を国から追放し、 先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。また母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので彼女を皇太后の位から退けた。朝はその憎むべき像を切り倒しこれをキデロンの谷で焼いた。高きところは取り除かれなかったが朝の心は生涯主と共にあり全く着物であった。彼は 父が性別したものと自分が性別したもの、銀、金、器を主の宮に運び入れた。朝とイスラエルの王バーシャの間には彼らが生きている間戦いがあった。イスラエルの王バーシャはユダに登ってきてラマを築き直し、ユダの王朝のもとに誰も出入りできないようにした。朝は 主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵に残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。朝王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、ヘズヨンの子、タブリモンの子、ベンハダとのもとに使わしていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間にも名役を結びましょう。ご覧ください。 私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王バーシャとの名役を破棄して、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダドはアサ王の願いを聞き入れ、自分の配下の軍の高官たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダント、アベルベテマーカ、及びキネレテ全域とナフタリの全土を攻撃した。 バーシャはこれを聞くと、ラマを築き直すのを中止して、ティルツアーにどまった。そこで、アサウは、ユダ全土に漏れなく布告し、バーシャが建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサウはこれを用いて、ベニヤミンのゲバとミツパーを建てた。アサのその他のすべての事柄、すべての功績、彼が行ったすべてのことや、 彼が建てた町々のこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。ただ彼は歳をとってから両足とも病気になった。朝は先祖と共に眠りにつき、先祖と共に父ダビデの町に葬られた。彼の子、ヨシャファテが変わって王となった。ユダの王朝の第二年にヤロブアムの子、ナダブが、 イスラエルの王となり、二年間イスラエルの王であった。彼は主の目に悪であることを行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪の道を歩んだ。イッサカルの家のアヒアの子バーシャは、彼に無本を企てた。バーシャはペリステ人のギベトンで彼を撃った。ナダブとイスラエル全軍はギベトンを攻め囲んでいたのである。 こうしてバーシャはユダの王朝の第三年にナダブを殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する意気ある者を一人も残さず根絶やしにした。主がその下辺、白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブアムが犯した罪のゆえ、 また、イスラエルに犯させた罪のゆえであり、彼が引き起こしたイスラエルの神、主の怒りによるものであった。ナダブについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。アサとイスラエルの王バーシャの間には、彼らが生きている間、戦いがあった。 ユダの王朝の第三年にアヒアの子バーシャがティルツアーで全イスラエルの王となった。知性は24年であった。彼は主の目に悪であることを行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた罪の道に歩んだ。